ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。頼りにしてます、皆さんこんばんは、ドクター林です。今日は2月15日ですね、先週は2月8日だったんですけどね、ちょっと私お休みしましてですね、タル選手は収録出てもらったということなんですよね。先週2月8日に私大阪行ってましてね、ゼロワンというプロレスのリングドクターを務めてね、あけぼの対鬼座敦史有志鉄線、電流バカ有志鉄線というね、すごい試合やってましてね、もうあのロープのところに全部電流、爆弾がいっぱい仕掛けられましてね、そこにぶつかるとブン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 ぶつか、あの花火のように爆発すると。それからね、最後すごかったのはね、バットにぐるぐる巻きにしてね、有刺鉄線を巻いて、そこに電流を流すんですね。そこに爆弾が仕掛けられてて、それでバーンと叩くと、もうそこで大爆発をするということ。それを2発食らって曙根が負けてしまった。鬼達ついに勝ちましたね。ということで今度はなんか鬼達選手と曙選手が共闘して、プロレス業界に、引っ張っていこうじゃないかということをね、ぶち上げたわけでございますけど、ね、すごい試合でしたね。終わってからね、鬼達選手一生懸命抜いたりしましたけどね、結構大変でした。それからね、おとといですよ、水曜日、あるテレビ番組のですね、企画でそのシェリーさんっていうね、タレントさんが言ったのもいますけどね、そういう人になんか荒療治をするとかいうね、番組でね、私のところでそのビンタ美容法っていうのをね、やってくれということでね、そのビンタをシェリーさんに対してもう何十発でやったということでね、かわいそうにもう叩いてましたけども、本当これじゃ悪いなと思いながらねやってきましたけどね、プロレス業界にいますとね、意外とみんな選手っていうのは傷を負ってもねすぐ治るんです。治りはものすごい早いんですね。それから女子プロレスの選手なんか見てますとね、非常に治りが年取ってもあんまりシワが出てこないですね。いつもツヤツヤした顔してる。であれは何だろうなとずっと考えてたんですけど、やっぱりこれはもう皮膚を鍛えることによって、その刺激することによって、その下のコラーゲンが再生してくるんじゃないかなということで、これはビンタっていうのは、もしかしたら美容法に使えるんじゃないかということでね、私がビンタ美容法なんてことで、ね、前にどっかで言ったことがありましたらね、それを取り上げられて、なんかシェリーさんを殴ってくれなんて叩ってくれっていうことでね、ビンタをだいぶやらせてもらいました。そんなことでね、この1週間過ごしてまいりましたけどね、インフルエンザはだいぶ収束してきましたけどね、それかってまたなんか風疹が流行ってきたんで話ちょっと聞きました。まだ私のところでは見たことありません。風疹がね、この20代から40代ぐらいの大人の人に、流行ってるんだと。予防注射ちょうどしなかった世代じゃないかと思いますけどね、熱が出たりした時には病院に行って見てもらう方がいいかもしれませんですね。1947年、の今日、鹿児島県警に、初めてその女子というか婦人警官が誕生したということですね。そういうことで、あんまり関係ありませんけどね、まず1曲目聴いていただきましょうね。ピンクレディのペッパーケーブ。
毎回、楽しく素晴らしいゲストの方をお迎えしてお話を聞いてまいります。健康ゲラゲラクリニック、今日のゲストの方は歌手の千里さんです。どうぞよどうろしくお願いしも、ます。千里です。よろよろししくくおお願願いいししまます。す。まずメールアドレスをね、この番組あるいは千里さんにね、いろいろなことを聞きたいとかおっしゃる方は、まずメールをいただきたいというふうに思います。アドレスを申し上げます。789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp。 ファックスの方は0356705332、0356705332までお願いいたします。はい。さあ千里さん、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ちょっといろいろプロフィールを拝見したら、ほう、なんかすごいんですよね。すごいやもう本当に日大芸術学部を出て、はい、そこから大学院に通って博士課程に行って、はい、それからまあとにかくすごい首席で卒業してと、要するにその町の のど自慢とは全然違うと、ね、いやもうとんでもないですよ。もうとにかく、はい、もう基礎のある、歌手の人だ、久しぶりに、ね、お会いしたんじゃないかというふうに思いますね。クラシック出身なんです、はい、クラシック出身なんですね。そうです。幼少からって書いてありますけども、はい、幼少っていうほどでもないと思うんですが、いつ頃からその歌手を目指そうと思ったのは。歌手を目指そうと思ったのはですね、中学2年生の夏休みですね。あ、はい。それで、まあ、きっかけとはあるんでしょうけども、きっかけはそうですね、ことあるでしょうけども、友達と勢いで受けたヤマハのポップコーンっていうコンテストがありまして、はい、そちらを受けたところ賞をいただいたのがきっかけです。あ、そうなんですよ。それから歌手になれたらいいなと思って、いろんなことをしてまいりました。はい、それからもう歌手になろうと思ったら、まあ、どういうふうにして、まだ学校中学生でしょ。そうですね、中学生なので、まずは両親に高校行かないでいきなり芸能プロダクションに行きたいって言ったら、それはダメって怒られまして、で学校を卒業してからっていうことが条件で、中学高校とバンドをまずやりまして、でバンドをやっていたんですけど、やっぱり本格的に勉強したいなということで音楽大学の進学を決めたんですが、日芸という日大芸術学部という学校に惹かれまして、そちらに進学させていただいて、そこでは主にクラシック、クラシックをまずやったっていうですね。そうですね、ドイツオペラ、ドイツオペレッタの研究をしてました。はあ、そうなんです。なんですけど、 いろんなジャンルの歌が好きでですね、学生時代から他の大学、早稲田大学のこのモダンジャズ研究会っていう、実はジャズ研に入りながらジャズをやったり、ジャズもやったり、ロック のフェスティバル聞きに行ったりとか、いろんなことはしてました。で今はあれですか、演歌を。そうなんです、演歌歌謡曲の歌手です。私よろしくお願いしますクラシックから、まあそれはクラシックから限界歌う人はいるでしょうけれども、はい、ね、あんまり多くないですよね。そうですね、クラシックの素養があって、ここで演歌を歌う歌手ってあんまり聞いたことないですよね。そうですね、本当私の先生、クラシックの先生も初め報告に行ったらひっくり返っちゃいまして、はい、どうなっちゃって今演歌歌謡曲の世界に入ることになったのかっていう。もともと好きだったんですか、そういう。そうですね、基本的には歌が大好きで、ええ、私の両親や おじいちゃんおばあちゃんは演歌歌謡曲のが大好きなんです。だから私がクラシックの練習をしてるときは、何言ってんだか分かんないねなんて言ってたんですけど、こういうふうにご縁があって、今は日本クラウンから演歌歌謡曲の歌手として活動させてもらっておりまして、本当にほっとしているみたいですね。あ、そうですか。はい。でこれからもあれですか、そのやっぱり演歌をずっと歌っていこうという感じなんですか。はい、そうですね、演歌というより私はどちらかというと歌謡曲のジャンルになりますが、そうですね、そちら歌謡曲を中心にジャンルにとらわれずにいろんなことを歌っていきたいなと思っております。はい、なるほど、はい、すごいですね。しかしね、でクラシックはクラシック、もちろんその発声方法なんかも違うでしょうけども、はい、ね、歌謡曲とクラシック、クラシックは全然難しいしっていうか、腹式呼吸をうんと使ってやるんでしょうけどもね。はい、そうですね、まあ、難しいと言いますか、基本的に一番の大きな違いは全部裏声を使うのがクラシックの、特にソプラノはほとんど裏声を使いますね。あ、本当ですか。そう、それに対していわゆるポップスや歌謡曲のジャンルは地声を主に使って、裏声もたまに登場という感じですよね。裏声なんだ、そのソプラノの。そうですね、まあ、裏声をたくさん使います。はい、じゃあその腹式呼吸とか、まあ、そういうのはあんまり変わんないんですか。そうですね、腹式呼吸はどのジャンルの音楽でも、ね、クラシックでも変わんないです、歌謡曲でもね、ないのかなと思います。その声の出し方が違うんだ。はい、違いますね。
でもやっぱりその例えば歌謡曲歌うにしろ、はい、クラシックの基礎があれば、はい、逆にその演歌の基礎があってクラシック歌うと全然違いますよね、やっぱりね。そうですね、クラシックの基礎がある方が、あの発声方法なんかも全然、そうです ね逆にそれがあの不倫になったりする場合もあるんですよね。声が出すわーっと声をわーっと出すぎてしまったものを逆に押し殺して小さく小さくこうつぶやくように歌わなきゃいけない時などは、そうですね、歌謡曲は逆に大変なんですけれども、けれどもやっぱり私はクラシック の勉強してよかったなと思ってますね。あ、それはすごいじゃないですか。ちょっと待ってください、今みんな言いますからね。いえ、そんなね、恥ずかしいですこんな感じ。これ、はい、すごいですよ。日本大学芸術学部音楽科声楽コース卒業でしょ、はい、日本大学大学院博士前期課程、それから芸術学研究科音楽芸術専攻首席修了ですよ。わ、ね、それからこのアメリカワシントン州冒険スポーケンっていうのは、これは高校時代にあの交換留学で行ってました、ね、はい、それから韓国の大学も出られてるんですよね。そうなんですね。韓国はですね、もうあまりにも好きすぎてですね、韓国好きだったの、韓国が大好きで、っていうのはもう学生時代からその日芸に通っている時点で韓国人の留学生のお友達がたくさんいまして、であのお友達とのこういうお付き合いの中で韓国語が喋れるようになったらいいなっていうのと、韓国でもお仕事がしたいなと思いまして、で大学院を修了して、まあ、1年ぐらいあのお仕事してたんですけども、あのその貯金を持ってですね、向こうの韓国の大学の方に行きまして、この理科女子大学って言うんですか、理科女子大学は学生時代に、あ、これは学生時代の留学ですね、それも交換留学していて、そうですね、卒業してからは蘇願大学という、蘇願って西の江戸の絵と書いて、蘇願って言うんですか、蘇願大学という大学にお世話になりました。これも音楽かなんかで行ったんですか。いえ、音楽ではなく、そちらは語学で、あ、語学でね、はい、はい、じゃあもうあのハングルはペラペラですね。ペラぐらいですかね、ペラペ ラ, ペラペラっていうと 100% になっちゃう、さすがに、うん、ただ忘れないように、やっぱり韓国にちょこちょこ時間ができたら行こうと思っておりますね、じゃあ音楽でもこれあの、まあ、音楽ではその直接関わりないんですか、今韓国とは。そうですね、あのチャンスがあればいつでも伺いたいと思っております。ただあのお仕事で前もあのロッテ免税店さん の,、この30周年記念のディナーショーだったりとか、ちょこちょこは向こうのお仕事あっては行かせていただいている次第ですね。そんなんです。いや、そんな本当にね、すごい、すごいツタツタんですよ。いやいやいや、ありがとうございます、ね、まずその歌声を一曲ね、聞いてみたいと思いますね、はい、何からいきますか。そうですね、そしたらば今の新曲のカップリングソングで一人じゃないからお聴きください。じゃあそれ行きましょうね、一人じゃないから。これは一人じゃない、一人じゃない、歩いて行こう、歩いて行こう。
差しの中風吹く夕べ虹を見つけた日も嵐の夜も笑いながら泣きながら話したね夢をつまずいても転んでも歩いて行ける一人じゃない一人じゃない歩いて行こう一人じゃないからとね、はい、これ手話がついてるそうで今一生懸命やっていただきますね。そうなんですよ、すごいな、手話もできるとね、いやすごいですね、もうそこの部分だけなんですけどね。だけど本当に久しぶりにね、はい、我々おじさんは、はい、こういうなんかここなんかすごくこうじんとくるような、うん、はい、なんか最近の歌ってあんまり聞いてもよく分かんない、はい、歌が多かったんですよ、はい、だけどなんとか非常にこう聞きやすいし、はい、でこのメロディーもすごくいいし、久しぶりになんかそういう曲になったなと感じがしますよね。わあ嬉しいです、ありがとうございます。これいつ頃あれですか、歌ってたんですか。これは、昨年の6月リリースですね。今も頑張ってます、一人じゃないから、ね、覚えやすいですよね、はい、カラオケでもバッチリ入ってるのでぜひカップリングですがぜひ皆さん歌ってください。あ、そうですよね、はい、いやいや本当にやっぱり声がすごくね、クラシックの素質がある人はこういう声出すんだなと。いやー恥ずかしいそんなということでね、千葉県の市川市の出身、はい、はい、そうです、ですね、市川市です。市川市のどの辺ですか。市川市のですね、私はセンター八幡からまあほど近いんですけども、あの辺ですね、あの界隈、まあそうですね、中山法華経寺ってお寺があるんですが、ああ、その法華経寺のすぐそばで育ちました。へー、うん、そうです、千葉県人ですね。千葉県人です、ねえー、はい、私も千葉県人なんですね。でちょっとまあ稲毛ですけどね。あ、稲毛もうまた、ね、中学高校は稲毛のそばですね、私。あ、そうですか。そう、幕張なんですけども、あの稲毛のからいっぱい生徒さん来てました。渋谷幕張だそうですよ。あ、惜しい、その隣なんですね。幕張東昭和秀英というか、ね、昭和あるんですよ、昭和秀英、はい、秀英ってありますね。あります、そうです、そうなんですか、はい、まあ、でもすごいよな、本当に久しぶりに、本格的な歌手の人になんて言っちゃ悪いけど、まあ、そんなそんなそう思いますよね。で、ニックネームが宇宙人、宇宙人とかで、宇宙人って呼ばれてる、ね、宇宙人って呼ばれたことはないですけどね、まあ、え、宇宙人って書いてあるけど、そうなんですよ、これ、ね、うん、ディレクターが作ったんですけども、うん、まあ、なんか分かるような気もするけど、ね、そんなとんでもないですよ。そう、え、なんだろうね、うん、宇宙にはね、まあね、住んでないですけど ね宇宙人、まあなんとなくね、誰の知れないつかみどころのないような感じなんでしょうかね。そうですか。それで、はい、まあもうデビューされてから何年ぐらいになるんですか。今年で3年目ですね。まだ2年と半年ぐらいですね。ああ、そうですか。はい、じゃあ今一番なんかこう、もうちょっとだったか、やる気満々な時ですよね。やる気満々ですよ、3年目、ね、もう何としても前に行かないと。そうですね。だけど歌手だけじゃなくて、なんかいろんなこともされてるみたいですよね。そうなんですよ。テレビ出たり、はい、ね、映画に出たり。そう、映画もそうですね。ですね、そう、こちらに郷力彩芽さんのカレンダー飾ってありますが、実はこの歌手でしか FM の中にその郷力さんと共演の実は映画がありました、はあ、そう、カルテットという映画がありまして、歌手の役で出演させてもらいました。松竹系の映画です。2012年、去年、そうですね、去年の1月ですね、今年の1月の、ね、去年か、1月ロードショーです ね、はい、で歌手役だったら、まあ歌手だからね、そう、歌だからね、そういう意味で本当助かりましたね。で、このもう一つテレビドラマがあるじゃないですか、テレビドラマ、はい、なんか赤株検事京都編ってやつの、あ、そうです、ね、看護師役、これそうなんですよ、大変でしたね。もう役者経験初めてで、もう役者もやってみたいんですか。
やってみたいですね。あのチャンスがあれば何でもトライしたいと思ってます。はい、うん、いや何でもできそうですね本当ね。それはいやもうね、最近実はラーメンリポーターをさせてもらってまして、それがとても楽しいですね。ラーメンが好きなんですか？大好きです。はい、食べちゃうんですか自分で？大変なんですよ。汁まで全部飲んでしまうという。これがね美味しいのでいっぱい食べちゃうじゃないですか。一、うん、日に何軒も行かないといけないってなるとね、一軒目でお腹いっぱいになっちゃうとそうですね、ダメなんですけど、美味しいとどんどん食べちゃうんですよね。なかなかこう我慢との葛藤で。そう、それは何、どこでやってるんですか、そのラーメンリポーター？それは市川ケーブルテレビなんですけども、まあ、そちらケーブルテレビでラーメンリポーター、まあ、千葉の統括のエリアでもあのたまにも出てますけども、はい、毎週毎日やってるんですよ、太っ腹で。市川ケーブルテレビは毎日放送してます。毎日ラーメン食べてるんですか？毎日ではないんですけども、まあ月替わりでだいたい、そうですね、1ヶ月に3軒ぐらい回らせていただきまして、あ、月3軒ぐらいね、あのいろんなお店のその新商品を紹介させてもらってます。その他にも自分でラーメン食べたりするんですか？そうそうそう、自分でリサーチもするからもうすごい胃袋が自分でリサーチできるんだからね。そうですね、あ、なるほどね、うん、へえ、そうなんです。まあだけどあれでしょ、あの歌手の人って結構まあ若いからあれだけど、いろいろこう食べ物だとかなんか気をつかなきゃいけないじゃないですか、健康には、うん、本当そうなんですよ、ね、もう今日はこの健康ゲラゲラクリニックっていう名前にね、ドキリとしまして、いやいや、まあ、健康のこといろいろ聞きたいなと。そうですか、健康法とかね、割と不健康なんですよね私。だから先生に今日はいい健康法があったら、さっきもねビンタをすると ね肌が綺麗になるっていうから一生懸命ちょっと顔を叩いてみたんですけど、叩いてもらわなきゃダメなんです。あ、そう、自分で叩いたらダメなんです。ダメなんですよ。なんでですか？手加減するからです。あー怖い。それは怖いですね。いやでも思いっきり叩かれちゃって血が出てももう健康だ、健康法ですから、治療のためだと我慢してもらうしかないんですね。それは、ね、じゃあ毎日ストレスが溜まった人にじゃ頼んで、そう、ちょうどねいいですよね、一石二鳥ぐらいになります ね、うん、誰でもできるんです。だから医者がやるんじゃなくて、夫婦とか親子とか、はい、兄弟とかでやりっこできると。ちょっとあの、まあ、お母さん私ビンタしてとか、そうそうそう、お父さん私叩いてそういうやつですよ。ちょっとびっくりしちゃうんじゃないかなと思いますね。さあ、それではもう一曲、はい、もう一曲いきましょう。はい、じゃあ今度はですね、私のデビュー曲を皆様に聞いていただければと思います。ね、私2010年6月にあの山本譲二さんの道のく一人旅という曲を作曲しました、はい、三島大輔先生のもと優しい日々という曲でデビューさせていただきました。ああ、今日はじゃあその曲を皆様にお聴きいただければと思います。、はい、じゃあデビュー曲、優しい日々です。心がそっと落ち着いた、甘えていたのごめんなさい。もう一度だけ、もう一度だけ、幸せ顔で、あなたと共に、あなたと共に過ごしたい。泣きたい時は胸貸すよ、涙で濡れたその胸に包まれながら眠ってた、甘えていたのぬくもりに、もう一度
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。やっぱり言うもんですね。メール来ましたよ。ありがとうございます。ミッキーいろいろあって演歌か。ミッキーはいろいろあってロックンロールだけどさ、音楽はいろいろあるからな。でもね、しんみり聞くと演歌だって何だっていいと思うよ。本当にね、詩を読むといろいろなメッセージが降りてくる。ミッキーはロックンロールだけど演歌も関係ないと思うよ。ミッキーは手話を勉強してるんだけど、ロックで手話いいんじゃないかな。手話通訳の資格取るまでロックンローラー。ミッキーは勉強中だよ。聞こえない人にロックンロールを届けたい。ミッキー頑張れ、ね、イエイ。本当すごいですね、うん、ミッキーさん。いいですね。ロックンロールを柴でやるとちょっと世話しないかもしれないですけどね。すごいですね。ね、どんな感じになるかちょっとうおーとか騒いでる時にこう手とか大丈夫かなってちょっと思いますけど、ね、頑張ってください。頑張ってください、はい、本当にありがとうございます。うん、さっきそのさっきはやっぱ演歌っぽくていいじゃないですか、はい、優しい日々ってね。そうです ね、もうデビュー曲優しい日々、うん、もう多くの方に歌っていただきて今も頑張っている一曲ですね。あ、はい、いいな、こういう歌好き、私好きですよ。あ、好きですか。まあ、やばかったけど。ありがとうございます。それで、ね、本当に先ほどね、はい、ここに来て初めての時にチョコレートいただきましたね。昨日がバレンタインデーだったんですね。そうなんですよ。余ったからどうぞということでね。違いますよ、なんてことを。わざわざいただいて。違いますよ。本当ありがとうございます。今日の日のためのチョコレートですよ。どうもありがとうございましたね。はい。さあ、まあそういうことでね、いろいろまあこれ活躍していきたいと思うんですけども、まあ、一番私がとにかくしたいのは各の歌手の人たちの健康法だとか、さっき言ったよね、健康法、はい、にどういうことに気遣ってるかとか、そうですね、まあ、そういうことをちょっと知りたいんですけども、はい、まだ若い人は、まあ、あんまり気遣わないと思うんですけど、やっぱり声だとか、はい、声が出なくなっちゃいけないとか、風邪ひいちゃいけないとかいうことを考えるでしょ。そうですね、風邪はひけないなっていうのは思いますね。そうですね、その時はなんか どうしますか。最近はですね、もうだんだん暖かくはなってきたんですけども、寝るときにやっぱりお腹を冷やさないように、あと湯たんぽを必ず足元に置いて寝るとか。湯たんぽ、そうなんですよね、今更ながら、うん、あの湯たんぽもやってます。あと加湿器、加湿器だね、やっぱり必要なのね。加湿器はもうあちこち置いてあって、家がだからしめじめしてますね、本当に。お酒はタバコはそうなんでしょ、当然。いや、タバコは吸わないですけど、お酒は好きですね。吸うんです結構、はい、あ、お酒も飲みすぎ注意ですね。飲みすぎると次の日ガラガラになっちゃうんで。そうですね。でだけどラーメン食べたり、はい、ね、好きなものがワインだとかチーズだとかコーヒーだとか、はい、割とあんまり、まあ悪いわけじゃないけどもね、はい、取りすぎない方がいいかなと思うのが好きですよね。そうですね、割とそうなんですよ。あの B 級グルメとかも大好きなので、であのやっぱ脂肪分が高いものが大好きなんですよね。なるほどね。うん、そうだから、でもやっぱり結構歌うというのはさ、あのカロリーを使い消費しますからね、はい、結構あのだからそういうやっぱりカロリーがあるものをしっかり取っといた方がいいんじゃないでしょうかね。そうですね、ご飯なんかあんま食べないんですか。 お米とか。あ、お米はそんなに食べないですね。あんま食べない。ただやっぱりお仕事柄夜を歌ってることが多いの で歌う前にはそんなに食べれないんですよ。やっぱ食べるとなんかこうちょっと胃の調子がおかしいというか、うんうんうん、そうすると終わってから食べようとなると、お店が開いてないんですよね。あ、そうですね。また帰ってきてから、お家に帰ってきてから食べると本当深夜になってしまうので、もう焼肉率が高くて困っちゃいますね。焼肉屋さんに行く。あ、焼肉屋さんに行くと、そうやってるんですよ、ね、大体やってますもんね。焼肉屋さんとかやっぱりこう、でもファミレスなんかに行っても最近はちょっと健康に気を使ったものを食べようだと、そういうのは思ってますね。最近生姜をいっぱい取るっていうのやってますね、マイブームで。生姜をたくさん食べるようにする、食べる。あの、だからどういうの、こうすりおろしといてタッパーに入れといて、何にでもポコポコ入れて、だからお味噌汁にちょこっと入れたりとか、あの普通のお吸い物に入れたりとか、あとお茶に入れたりとか、こういろんなことやってますね。なんか喉にも良さそうですよね。そう、なんか一気にあったかくなるので、そうですよね、すごいいいんじゃないかなっていう気はしてます。風邪はひかないくなるんじゃないかなと、はい、いうふうに思いますよね、うん。それから趣味が、チミは食べ歩き、さっきまあ聞きましたね、はい、ラーメン、ね、大好きですね、リポートやってラーメン大好き、食べ歩きでしょう、はい、歯磨き粉の収集。あ、そうそうそう、これもねよくねもう突っ込まれちゃうんですけど、本当歯磨き粉大好きなんですよ。っていうのやっぱり食べると歯を磨くってこの習慣が絶対くっついてくると思うんですけれども、このデビューする前にあの余儀なくダイエットをしなきゃいけなかったんですよ。私ちょっとも、今もまたちょっと戻ってきちゃったんだけど、もっとポチャッとしてたんですね。でこれは痩せないとやばいっていうことでですね、あのやっぱり食べた気になりたいってことで、こう食べ物のいろんな味の歯磨き粉を買って集めてたんですよ。チョコレート味の歯磨き粉とか、カレー味とか、こういろんな梅とかね、いろんなのがあって、
でこう歯磨き粉でなんかこう歯磨き粉を選んで歯を磨くことをやっていくうちにそんなにねあの今いっぱいガツッと食べたいとかっていう気持ちがですね結構抑制されて、さっきお腹が空く時間帯に歯を磨いちゃったりするんですよね先に。ははあ、それいいこと聞いた。確かにそうかもしれないですね。あのなんとなく口が、うん、口にちょっと甘さが残ったりするような歯磨き粉を選ぶと、うんうん、なんとなくそれでなんかご飯を食べた気になってしまうというか、あのこうだからガムを食べて歯磨きするとかやってましたよ。そうすると夕ご飯食べる量が減るんですよね、うん、そうかもしれないですね、うん、せっかく歯磨いたから食べるのやめようとか思うんじゃないですかね。そうやめようと思ったりとか、うん、その前にガムを食べることでなんとなくお腹が、ね、そうですね、血糖値が上がりますからね。そうなんですよ。そうするとね、で、まあ、それでも食べるんですけども、まあでもドカッと食べなくなりますよね、お腹空いた時ってもうご飯とかお肉とかバクバクって食べたいじゃないですか、うんうん、その気持ちがこう一瞬安らぐというか、それが目的で集めてたらあれよあれよともう2桁3桁かな、いっぱいその何種類も もう買って集めてるんですか。ものすごいいっぱいもだから使って、うん、そろそろもうねどんどん回転させていかないともう悪くなっちゃうんで、でもその時歯磨くのは1種類で磨くんでしょ。いや違うんですよ、今だいたい今8本空いてます私歯磨き粉パカッと開けると、あの私の洗面台のところには8本開いてて、今日はスーパーミントな気分ですねとか言ってこうスカッとしたい時だとか、あのチョコレートみたいなのとか、あとあのいわゆるね、あのご存知の方多いかと思うんですけど歯磨き粉って粉のやつも使うんですよたまに、とねジャリジャリするんですけどすごい気持ちいいんですよね、歯がツルツルになって、そういうのいろんなことやってますね、うん。歯磨き、ああいうこと聞いたの、それはね、歯をダイエット、歯磨きダイエット。歯磨きダイエット意外と流行るかもしれない。流行るかもしれないですね。ね、ビンタ美容法よりいいかもしれません。歯磨きダイエット。ね、そう、割とねそうなんですよ、ね、でそれのおかげと、まあそれ以外にも運動とかももちろんしたんですけど、はい、ただあの歯磨き粉を集め出してからそんなに太んなくなりましたね。ああ、なんか不思議なことに。不思議なことですね。はい。いやでも本当確かにそういう可能、うん、考えられますよねそれはね、うん、なるほどね、いろいろ、はい、いろいろ面白いことやりますね、はい、宇宙人は宇宙人地球人ですよ皆さん千葉県民ですよ、 そして千葉県民なんだな、はい、よろしくお願いします佐藤です、はい、うん、さあそれで、はい、まあ、あの何ですかね、これからまだまだいっぱいやることは、まあ後でちょっとあれは来ますけどね、あの告知これからやることはいっぱい来ますけどね、はいはい、まあ、一番最近の歌はどれなんですか。一番私のですね、昨年6月にリリースになりました追いかけてという歌があります。それ聞きましょう、それをね、あ聞きますか、この曲これをじゃあありますよ、本当ぶっちゃけてありますね、カラオケでも歌いやすい曲となってますし、本当ですか、ダムですと歌うと私本人が出てきますので、ぜひ皆さん歌ってみてください。こう大好きな人を追いかける、そんな歌です、はい、じゃあそれお願いします。はい、追いかけて。訳も言わず消えるなんてどうかしてるわ、嫌よ話さないで、一人ぼっちは嫌よ、黄昏の色染まる空港、今あなたを追いかけて一人飛び立つ、ゆらゆら明かりが滲む、恋しいその「たどり着き
がついたの幸せだったことに星屑のような街の明かりねえお願い受け止めて心揺れてるゆらゆら面影浮かぶ これが千里さんの一番新しい曲ですね。追いかけてという歌を、はい、追いかけて、ね、いい歌ですね。これも本当にありがとうございます、それでですよ、はい、来月に、はい、4回この曲をどれか一つですね、はい毎週かけることになります、はい、どれがいいですか。どれやっぱり追いかけ て, かけて、ね、お願いします。じゃあ今の曲をかけさせていただきますね、はい、さあそれで、はいまあ、ちょっといろいろ告知とかね、これからどういう活躍どういうところに出ていって仕事されるのか、はい、なんか決まった何かあったら。そうですね、本当にいろんなところで歌を歌わせてもらってるんですが、一番大きな近いコンサートとしましてはですね、はい、4月の20日土曜日、はい、こちら、東大和市のハミングホールというところで、ふれあい演歌ライブというのに出演させていただきます、はい私以外にも同じ会社の先輩瀬口ゆきさん、またその他にも家族らゆきさん、半田浩二さんなど、他にもいろんな方出演されます。私も頑張って歌いたいと思います。4月20日、はい、4月20日土曜日ですね、はい、またその他にも、いろんなところでキャンペーンを行わせてもらってますので、はい私のオフィシャルウェブサイト、知る里で検索していただければ、知里で、名前で出てきますので、オフィシャルウェブサイト、またブログもアメブロでやっております、はい、ぜひ見てください、はい、ここで今あの知里さんに、ね、メールが来てますからね、はい忘れてたと言ってますね。あ、忘れてたの？今日の FM しっかり忘れてた、ブログで気づいてしっかり聞いてるで、姫様可愛く頑張れ、なんちゃってキャタクタク上がれさんです。タクタクさんありがとうございます。ありがとうございます。まあ嬉しいですね、そのブログがその、はい、知里で検索すればいいですか。そうですね、ブログも知る里で、知る里、ね、漢字知る里で知里で名前入れていただければ、ヒットします。アメブロでやっておりますので、ぜひ皆さんブログにも遊びに来てください。そうですね、はいぜひお願いいたします。はい
それで4月20日にその大きなイベントがあるし、はい、それからそうそうテレビも、あテレビある、あの、はい、テレビも実は私千里のミュージックエッセンスそうそう、ね、という歌番組をさせてもらっております。こちら千葉テレビで、千葉テレビで、はい、千里のミュージックエッセンス、これは、はい、いつやってるんですか。毎週木曜日の8時半からと日曜日の7時から、どちらも朝になりますがオンエア中でございます。また J コムチャンネルというケーブルテレビで全国ネットになっておりまして、はい、そちらは9時半から毎週火曜日オンエア中でございます。あ、はい、葛飾区も千葉テレビ映る方ぜひ見てください。またそして映らない方も、千葉テレビは結構映りますよね。はい、割と映りますので、ね、はい、契約したくても映っちゃうというポンと入りますので見ていただければと思います、ケーブルテレビもやってます。はい、そうですか。それで、はい、じゃあだけど 生で見るには4月20日まで見れないんですか。いや、そんなこともないんですがですね、ちょっといろいろとはごっちゃりしてまして、あの私のぜひオフィシャルウェブサイトを参考にしていただければ、あの近々のスケジュールが分かると思いますので、さまざまなお店のキャンペーンもたくさん行っております。そうですね、千葉の方でラーメンに行ったらどっか来るフラッと来るかもしれませんね。あ、その確率の方が高いかもしれないです ね市川の八幡、あの辺ですか。そうですね、市川、ね、八幡、市川、そうですね、行徳とかあの辺のラーメン屋さんはよく出没してますので、まあ、ラーメン屋で張ってるっていうのもすごいですけど ね、はい、ね、ぜひぜひ、そうですね、はい、ぜひお願いいたします、はい、さあそしてこの曲は来月からの追いかけたというね曲をかけさせていただきますからね。ありがとうございます。一緒に皆さんと一緒に覚えましょう。私も覚えますからね、はい、カラオケでこれを歌うということを、うん、いやカラオケ入ってるんでしょ。もちろん入ってま す、ね、カラオケ。じゃあそれで覚え、はい、歌うようにしましょう、はい。さあ健康法も聞きました、ね、はい、これからの予定も聞きましたし、はい、まあ、それからその歌詞だけじゃなくてまた舞台とかそういうこともやってみたいという、思ってらっしゃるんですか。そうですね、まあ、そうですね、もちろんそうなんですが、今やっぱり歌手活動がもっともっと充実して、一人でも多くの方に私の歌を聴いていただけるようになるように、あの、ね、前向きにやっていきたいと思っております。なるほどね。じゃあ、はい、とりあえずは歌手一筋で頑張っていこうということでね、はい、そうですね、はい、でも本当にそのお話聞いててもマルチタレントですよね。もういろんなことができそうな雰囲気ですよね。もう手話ができるね、韓国語手話でもちょっとしかできないけどね韓国語は実は割と得意です。アニュアンセヨ。そうですね、本当そうですね、うん、なるほどね、うん、韓国好きなんですね。大好きですね、韓国はね。そう、今月末に行っちゃおうかななんて思ってますね、うん、あ、はい、時間がちょこっとできたんで一泊でもね行っちゃうんですよ。もう時間ができると韓国に。そうですね、まあ、今簡単に行ってね、そうなんです、帰ってこれますからね。本当、パッパッと行ってね、いや本当にお金もそんなかからないし安いですから ね今ね、あの国内旅行より安かったりしますから。そう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 、韓国は物価も安いし、うん、まだ安いんでしょ、はい、そうですね、今まだ安いですね。そういうことで、はい、本当にますますご活躍を期待してね。ありがとうございます、いや本当にこの番組からの私もねいつも歌を紹介したりなんかするんですけども、はい、この番組もぜひそのもう本当に全国的にメジャーになって、はい、ヒットするようなね 曲ができればいいなといつも思ってるんですよ、はいはい、だからそれになんかなりそうな気がしてね、本当今日はなんかちょっといい予感がするなという感じしますね。嬉しいです、今日はね、ありがとうございます、本当にありがとうございますけど、ね、はい、また本チョコレートもありがとうございました、はい、そういうことですね。さあそれでは今月の推薦歌謡曲をお送りしたい、こういう形でね、あの、はい、来月からやりますのでね。あ、そうですね、やりますね、はい、今月の推薦歌謡曲は香川浩二さんの歌をお送りします。日々の暮らしを営みながら夢と情熱胸に秘め、どんなに道が遠くとも夢追い求めて生きていく、どんなに時が経とうとも歌一筋の夢を追う、人生の応援演歌、香川浩二さん、夢を咲かそう、お聴きください。明日に向かって歩こうよ、するな、くじけるな。雨が降ったら濡れればいいさ、
の悔やんで生きるよりやんだら日本晴れ夢を捨てずに歩くのさ。心も揺れる気の悔やんで愚痴るより風が止んだら何になる夢をつかむさ。ジャズをずっと歌って。そうなんですよ、仕事として歌ったわけでしょ。そう、ジャズシンガーをやってますね。でそれでスカウトされて、その歌謡曲の歌手になりますって言われたんでしょ。そうなんですよ、びっくりしました。そういうの思うんですかね。あのね、大橋純子さんのシルエットロマンスっていう曲をね、ジャズアレンジにして歌ってたんですよね、うん、だそれを聞いた方からすぐ電話がありまして、うんうん、であのいやあの某ねテレビの制作会社の社長さんなんですけど、うん、いや演歌歌謡曲歌わないのって話になりまして、いや歌いますけど、うん、歌うって言ってもそれでいきなりデビューとかそういうのって大丈夫なんですかねなんて言って、うん、それから半年ぐらいもう弟子入りしまして先生の。あ、そうなんですか。でデビューになりました。はあ、いやいや、うん、普通ちょっとねジャズを聞いてたらジャズでちょっとデビューしないかって話聞くの分かりますけどね、はい、演歌でやんないかとかね歌謡曲やんないかっていうのはそういうふうにやっぱり専門の人が思うと聞くとそういうふうに分かるんですよね。そうですね、なんかこうちょっと変わり種だと思っていただいたみたいで、なんかこう もしかしたらなんか
違うものが叩けば出てくるんじゃないかってその、あの方おっしゃられましたね。今も応援してくださってます。やっぱりもう見る目が違うんですね。やっぱね、そういう人はね。本当人生どうなるか分かんないで、まあ、ご自分でもよかったですよ。それで歌謡曲よかったです、ね、こうやっておかげさまでデビューもできて、ね、多くの方に歌を聴いていただけるんで ね、嬉しいですね。いやいや本当にそれは今日はねもう本当に、有望なねこの番組から本当に有名な歌詞が出そうなね予感がしてます。嬉しい、まね、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます、まあ、本当に、まだまだ、インフルエンザに収束したといっても、ね、まだ結構流行ってますからね気をつけてください。で今日聞いたいいことは、生姜健康法歯磨きダイエット、ね、生姜をね、はい、皆さん、お寿司屋さん行ったらガリをしっかり食べましょう。ガリばっかり食べましょうガリばっかり食べましょう、ね、それでね健康になれるそうですからね、はい、歯磨き粉を食べる、歯磨き粉食べるじゃない食べちゃダメですよ、ペットを吐いてください ね、はい、歯磨くとご飯食べたくなくなるか、はい割と本当効くんですよ ね、 これねかもしれない、うん、ね、いい話聞かせていただきましたね、はい、本当にじゃ あ、 皆さん今週もね週間が皆さんのゲレから笑って、健康で、過ごしていただきたいと思います。さっさも本当に頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうじゃあ皆さんまた来週お見にかかります、それじゃあさよなら。さよなら。例えば疲れたら休めば楽になる、不満がたまったなら言葉に出せばいい。乱れた景色でも光が差し込めば違った場所になるよ。明るく変わるだろう。お医者様踊ろうよ、元気で楽しく今日も。お医者様世界中が平和に暮らせたらいいな。お医者様健康は幸せのキーワードです。お医者様世界中が笑顔で暮らせたらいいな。お医者様踊ろうよ、元気で楽しく今日も。お医者様世界中が平和に暮らせたらいいな。